前回はオグルエンサでリフレクやシールドアーマーを入手したところね。まだオグルエンサは残ってます。未踏破マップをきちんとノーダメで通過してることを証明する必要があるので移します。変わり映えないので2倍速です。バンに金のアミュレット装備ね。赤間戦士も色々と必要なアビリティが多いものね。またサラマンドがいたわ。盗むでちょっかい出してみる。何も盗めずそのまま逃走はあるあるだわ。ほんと長いわね。エンサは倍速なかった無印でどれだけ時間かかったかもはや覚えてないけど、無印をプレイしてた頃は暇がたくさんあったし、いくらでも遊べましたけどね。もう10年以上前ですよ、パンネロさん。2021年3月16日で15周年よ。あの頃が懐かしいわ。ラーサー様何歳よ今。12歳です。全く12歳に見えないわ。話すネタがないからって公約に関係ない話をしないでください。ところで、ウルタンエンサのイベントはやらないのね。イクシロのみで、ガルーダ弱体化はしないのかな。ガルーダは 100% ノーダメで倒せるので、イクシロの実は不要です。珍しく強気じゃないのラーサー様。結構攻撃が激しかった記憶はあるけど。大丈夫です。攻撃は一発も来ないです。何もさせずに倒せます。ふーん。期待してるわ。さてナムエンサですが、特にやることありません。駆け抜けるだけです。あらそうなの。このマップいらないわね。前回イムブグドがいた場所は、正確にはな。そういえば、BGM が違っていたような気がしなくもないわ。やり直しね。ウルタンエンサの攻撃力は20、23なのでシールドアーマーなら、ほぼ火ダメゼロに抑えられます。それならおじいをおとりにして進めばよくない？その通りです。さてはまた忘れてたのね。しっかりしてよラーサー様。一体何度しっかりすればよいのでしょうか。入手しただけで満足したパターンです。敵の遠距離攻撃が地味に厄介ね。ウェイトで毎回止まってペアロを選択するのも流れが悪いのでアクティブにしてみました。今のは横から出てきたお魚に気づかなかったせいだわ。エンサから何か盗むものでもあったかしら。ナムでは何もやることがなかったよね。エンサからアルプルスに必要なエンサのヒレを盗もうとしたのですが、よく調べたら心得がないと落としてくれないようです。一応狙っていたのね。素材ワイバーンロードってモブよね。ちょっと盗むのが大変じゃないかな。ブレスやエアロが厄介ですが、スリプルで眠らせれば盗み放題です。まあでも結局使わないんだし。ですが、最強デュアルデバラン Y は入手することにしました。一応、アルケオエイビスさんも何とかノーダメで倒せましたし。倒せたんだ。やったねラーサー様。リボンもないのにカーズどうしたのかしら。いやまあ、真正面から戦う方法ではないですけどね。スーパート先でお見せできると思います。まだナムエンサだから、多分5話くらい先の話だわきっと。今回の縛りでは1話10分としてもかなり進みが遅いからね。ラスボスまでに何パートかかるのかしら。パート40手前くらい、そうな予感はします。裏ボスまで含めたら50以上でしょうか。だいぶ長編ね。ここまで長くなりそうなシリーズも初めてかしら。そうです。気長にお付き合いいただけると幸いです。ここからはもう2倍速よ。さっきまでの 1.5 倍速ならまだ何やってるかわかるけど、2倍速だとちょっとわかりにくくなるわね。
時空魔法のバランスだわ。最大 HP と現在 HP の差がヨダメとなるけど、この縛りではまず使えないわね。敵対心稼ぎには使えますが、敵対心についてはまた別の機会で解説することにします。今必要な仕様ではないので。さて長かったナムエンサもそろそろおしまいよ。ここですごいはめられてるけど、大丈夫かしら。ここは予想外でしたね。エアロが間に合わないのです。何とか距離を置いて、先にエアロを当てるようにします。ようやくレースボールオーブだわ。最後のマップだけなぜかやり直しが多かったわね。特に追加で買い物もないです。お待ちかねガルーダ戦です。特に準備はいらないのかしら。不要です。戦闘始まってから行います。メンバーもこのままで OK です。攻撃力32あり、シールドアーマーでも火ダメゼロには抑えられません。ただイクシロの2があれば攻撃力22に低下するため火ダメゼロにできます。でもそれがないから敵の攻撃は一発も受けられないわね。なのでまず後ろに下がりましょう。ガルーダの視界から消えます。あれガルーダが来ないわね。どこにいるのかしら。階段の前にいるわ。見つからないからってそこで休んでるのかしら。自分調べでは、どうやら、ガルーダと、トライアル100回のジャッジ、マスターズは、プレイヤーを発見してない場合、特定の位置からずっと動かないようです。この現象を利用してジャッジ、マスターズもノーダメ攻略されています。他のボスは、こちらを発見していなくとも、動き回るせいか、いずれ見つかってしまうのです。感知班以外にプレイヤーがいれば、一方的に攻撃できるもんね。リフレクで、デルタアタックで簡単調理よ。他のボスもまた調査して、ステルス攻略法を確立したいものです。多分、ガブラスさんみたいな人間タイプもいけるかな。ジャッジマスターズにも入ってる。可能性はありそうです。感知能力については、またどこかで解説することはあるでしょう。さて、今日はこの辺りで、お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いします。